Entonces,安定だけど、超不安定状態、やばい。完了まで行ったから、待ち続けてくる。皆さんに。でも、不安定な時があの時でよかったわ。ほんと真剣勝負でこれ食らったらもう精神的にダメージが大きいわ。ボロ負けの試合でもやっぱこれは嫌だわ。ボロ負けだから切ったんだと思われるのはね、屈辱でしかないっすわ。やんないっすわ。ボロ負けでもやりますわ、むしろ。ダメだから。やっと戻ってネット上と。あんな試合だからいいよ、あんな試合。ただ、僕ただ道を覚えてました、学校の道を。自分が思ってるイメージとちゃうんだなっていう。今度見よう。油断してた、さっきボット。油断をして。でもこっちでも後に、モレルは多分、一週間あれば、40になって、ドワイトに渡すことができるか。一週間以内にはセルフケアドワイトが誕生するな。あ、セルフケアさえつけば紫だからね。うん。また言うよ、ドワイトになった瞬間。ケアに配分する。やってきた。飽きた時のためにネア・カールソンに配分しておこう。ドワイトを光り切った瞬間。頑張りましょう。
と？夫とかね、動かないやつに一歩目本位で近づいてくるやつが悪い。もう、こんなことしてダメージ食らって倒れてる。あー、悪いと。視点で見れば多分ボットなんでしょうね。ボットでしたね。しょうがない。夫の前に何試合も戦ったのはもう奇跡だったな。昨日に比べれば同じ時間で何連続か4連続だったよ。でもレベルが上がればな、2つか3つ上がったと思うな。2つ目は上がったよ。まだ、一旦キャンセルして、まだ大丈夫ってことでいいのかな。いいよね。一番、左端だよね、画面から見て。まあ、これだけじゃわかんないけど、まあ、ボットかもしんないけど、油断したらね、本当のやつがたまに来るんだよ、本当に。ボットの時間帯だと思ってるとね、本当のやつが来てね、捕まるって。ほら油断してっから。
どうせボットだろうと思って大雑把な動きになっててやられるっちゅう。やばい。Thank you.
ピラーでもやっとこう。最大の時間計算できるけど、マッチングできないかもしれない。恐ろしいことがあるけど。よし、じゃあ使ってみよう。何にもないブライト使ってみよう。まあ、あとは、何人くらいだけど、まあ、優先順位決めて今年は。5人でもいいから取れりゃいいんじゃないぐらいの気に。いや、そんなノリでね。なんねえな、まあいいや。何個目に戻ってきてるかもしれない。試合中とか出るでしょ。ゲーム内だ、あ、ゲーム内だ、ゲーム内だ。多分、あれ終わったんだ。やっぱ追求すぎたんで、まあ諦めたっす。残り2人が、発電機重視タイプすぎて、周りから見てると多分無理だなと思った。地下室行って。これ押したっけ？これ押した。これ押したな。ああ、この時間帯だからね。まあ、キラー軍団もね、年間あれば多分、うん、サバイバー自体があんまりパッとしねえのに、別にシャード使って取ればいいだけのことだと思うから、年間、まあ、レベルの上がり具合です。やり込む度合いで変わるだけだと思うし、キラーへの配分がままなってないから別に、それぐらいのペースでいいわ。
あれ？こあったっけ？あれ？さないからな。絶対お前手伝わねえからな。こんな態度になったら手伝わねえからな。私はもう言ってねえよ。ということで自分のポイント稼いでどうでも。燃えてるやつの方がどうかしてると思うだろ、こんなもん。いらない、いるかいないか分かんない状態で、発電機ミスったくらいで切れてるやつの方がどうかしてるからね。絶対こんなやつはもう、もう。こいつだけは許さねえぞ、もう。あ、もう。あ、いや、もうこんなおかしなやつにかかってたんだよ。それはもったいねえ。部下にブロックしてはい、ブロックしまーす。僕はもう疲れないブロックしまーす。はい。なんつう名前の人？こんならブロック。こんならもうブロック。あら、まあ限界あると思うけど、これ。アトムじゃないのあとはゲームした。運が悪い。こいつこいつ。あれ、うわ、やらかしたわ。焦点がボタン間違ったわ。なの、ボットだね。笑いながらいいけど。ん？ゲーム中はもちろん。
ゲーム中。はい。ハイブリッド。これは、これは無理だよ、と。上げるの大変だな。35くらいまでならいいんだけど、やっぱり35すらつらい。ここからがある意味つらい戦いが始まる。ホット対決。とりあえず40までいかないと。303までいってる。今33なのか、これ。そうだ、3つぐらいずつやれば、終わって、ドワイトに継承を重ね、いけばついに、ようやく。いやー、おっと。なんで時間に現れんだろう、この4時とかの時間帯にぼっと私が現れるのは何なんだろう。日本人とかがやってるわけじゃないよね、これ。別に世界の人とマッチングできてんだよね。単にポイントでも稼ごうとしてる人でも。わぁ。あれ？ゲームの認証に失敗。悲しみが押し寄せてきた。はっ。オーチキラーいるし、もうジェスチャーするもうおっさんにはジェスチャー返しするからな、私はもうこれから。上下ボタンってのはもう分かったからね、十字キーの方の。チャンスからには、ジェスチャー返ししてやる。まあ、それはいいんだけど、あ、仕上がった。あ、これ。消耗ばかりしていると、暴君が来るぞ。ああ、ダメですね。これ、プレステしかねえぞ。プレステだ、プレステだ。プレステだ。ちょい、買っといてよかったぜ。だった。ダウンロード版がスペルだったっていう。ラッキーだった。うん。
PC が不安定な時があったから。見てよかったぜ。さすがにダウンロード終わってるよね。さすがに終わってなかったらきっといいね、もうこれ。よいしょ。あれ？パッチが必要ですって。このコンテンツアクセス。パッチか、パッチか。あのさ、何言ってんのこれ。マジでしょ。パッチか、パッチだから。インストールの準備ができました。始める。今すぐアップデートする。これやらなきゃダメなのかよ、アプリケーションアップデートって。あ、なった。インストールなった。それをやればすぐあれになるんだ。よかった。トラッパーらしきものが出てきた。プレステ版はね、トラッパー。トラッパーらしき、トラッパー、超、おそらく。あれ。ただ、なる、こっから、死ぬかはわかんないです。だもよ。PC はこう不安定なのは何だろうな。まあ、プレステ版も一応備え付けてはあるから。から育成するのがめんどくせえっていう、強要にしてほしいけど、プレステもスイッチも、あ、スイッチじゃね。全部共通にしてくれればいいよ。力育てるのがだるいわ。一つのキャラに絞るしかないと思うわ、俺。いや、すみません。渡してしまって。同じ時間で。しまっている。キャプチャーボード、いった、おかしくなった現象、これ。キャプチャーボードの異常っぽいな、これ。あ、もう一回再起動だな。キャプチャーボードね。俺、動け。あ、こっちでやろう。やはり。これ。あ、動いてんな。動いてん。動いてる。あ、だけど、不安定っぽいな。不安定っぽいからちょっとボード。もう一回再。これや。また、怖えね。でも入ってて、おかしく。あ、聞こえてる。
で、呼ぶと。ロビー内で待たせ。しました。プレステ1は、おー、俺。レベル。35? 他のを育ててないからね。あ、聞かれてたが。おっとじゃない。いやな。よし、頑張るぞ。あ、しょうがない。まあ、いい試合できればいいけど、できない。
やばい、何やってんだ俺、迷惑かけてんじゃねえ、てんだ俺、こいつかよ、こいつだったらもういい、木のやつでしょ、音が小さすぎるような気がする、音高くすかんかっちってよ、のせい、見えるようで見えないね。
ああ、しょうがねえよな、もう。チームとしてはしょうがねえよな、もう俺。まあ、一人は人間切ったから、まあいいか。チームとしてはもう、ダメだよな。どうしよう。これはもう助けてもらった命を大事にするべきっていう。ここがね、あと命大事にし、無理だな。助けに行ったらもう多分やられるな。あれ、助けに行ったらよかったが、まあ生かしてくれたんだ。てか、これ7万って、あっちも。あれ、お前。入っちゃった。ダークは何のあれ使ってんの？ダークは基本的な、あ、それは食らったからわかるわ。ダークは、音が聞く。ベストになったから音があれになってんの。だって、骸骨になってるったよね。ほら、もう、なくなったってことでいいの？もう多分あれか。行っても多分あれか。ああ、助けたいけど。7分の配分を早くして。出ちゃう。あれ？
誰も誰も見捨てはしない。まあ紫増やしといったら、いつかはこの人も暇になったら、若手で50まで持ってる人が来るかもしれない。来ないかもしれない。38。とやりとり。猫だ。猫。38? もうちょいじゃん、つい。ダメだろ。ポテト、これです。だろ。大会見は。てか、意外だら、ですね、もうちょいちょいか、3万とかあればいいのかな。ちょっとセルフケアをホワイトに継承するとか、あれやカールソンとメグなんとかさんはいらねえちゃいらねえからな、与えられた言うよ。鋼の意志か、と。デッドハードと。危ねえ。画面見てなかったから危ねえ。なんか音がさっと、なんか誰かが抜けたような音がしたから。気づいたっす。誰、音で、今度は。あぶねえ、ボットって、ボットやってたら、ボット、もうなんかもう見た感じ、ボットとわかるのだけは、かけないとせ、ダメージ。もう少しでドワイトくん。あれが送られる。そういうドワイトもパッとしないという。悲しいけど、パッとしない。からクボデとはでいい。あれ？これ抜けた方がいい？あれ？違うよね？いるよね？あの白い人だよね？まだ不明ってやつだね。幼いからわかんないよね。まあ、押したり離したりはないけど、おっとな時間かな。でもやってくれる人もいるけど、サタコ率はあるな。サタコやっぱ使ってる人は多いな。やってる人なのか、同じ人がずっとやってるのかわかんないんだけど。
頑張るしかない。呪いかかってね。まず逃げろ。テープ持ってるんだ。で、こんなに効果が出てる呪いかかんの。なんか油断させといてるパターンだね。あ、俺油断はしてなかったけど、あ、俺ただ呪いのあれは解かなきゃなと思ってたけど、しないと思われたら油断してし、タコもよくまだ解明してねえ部分があるから。
この白い人は何だのキャラクターなのか、他のサバイバーなたら、これどういうことなんだろう、どういう風に見てんだろうな。あ、やってねえからわかんねえんだよ、やってねえから。なんかの動画をで、ただこの誰が使ってるキラーってやってる人の動画とか見て、一体これどういう仕組みでこうなってんのか、動画音で分かってんのか何なのか分かんない。ほぼ無理だろうっていう世界だけど。
うわー、ボウ、びっくりした。狙ってたか。バガチでやってるような感じだなこれ。なんなんだろうな、使ってみないとわかんねえんだよなこれ。なんかバガチでやってるような気もするような、一人亡くなったんだよな。まだ俺はいいのが亡くなったけど、どこはねえけど、びっくりしたな。なんか油断させてびっくりしたわ。まあ眠気が覚めたっていう点ではまあ良かったけど、ああ。いやー、びっくりしたっていう点ではよかった。まだ俺4なんだね、ほら。なんだ。銅の4とかってあんのかな。一人の人を徹底マークして、このあれの位置を選べんのかな。でもビデオの位置を選べんの、誰なら動画見てみれば選べれるような気もするんだけどな。誰かの貞子使ってる視点を見てよな。僕見てる時間すらねえからな。困ったもんだよね。ダメも。それだけだ。これ。か、クラスに見えねえんだ、タブレットがしっかりで。タブレットすんで見えねえ。ずっとチェイスしてるとこがいい。出てくるね。画像見てしまったから、まあ、あかんね。ワープしてるとこ見てんだよな。
脱出したのか。倒れてたのに。コントのローラーこっちじゃねえや、プレステだったわ。あれ ?Xbox でやってもできねえと思ってたら。おかしいと思ってたら。プレステだったわ。コントの。あ、でも、わかんないです。あ、待って、待って、キャンセル。まずね。そして、ギャグだからな、決定。ふやりと、と、猫。早えわ。疲れてきた。頑張らないと。何かけてんだろうな。なんか向きが。
多分。けど、まあ、ここは乗るまでやろう。完全敗北だけど。今度は俺がスイッチして助けに行った方がいい。あっちら、あっちの二人だと思ってる。あ、いた。あ、はまった。はまったらはまった。はい。あ、やばい、やっちゃった、やっちゃった。申し訳ない、これは、どっちかが生き残る方法を取るべき。
なんで俺やってんだよ。ここはもうダメだ。来るまで粘る。ところまでなるの。こうなってわけわかんねえな。
まだこれになった。なんかのアドオンかなんか作れんの。無理だろうね。アドオンかなんか作れんのかな俺。オファリングかアドオンか知らんけど、なんかこんな上手くなることってある？こんなオファリングあるのか、なんかつけてるかのような、なんかガチで写真とか撮ってるやつ、あれじゃん。なんだろう、こんなの初めてぐらいに見えたんだけど。アドオンかなんかでしょ、絶対。普通のね、そういうの気にしない人だと合わないから、絶対、なんか本当に貸したいんだねっていう。本当に貸したいんだねっていう。うん。そうとしか思えない。普通のだったらあんなのないはずだから、なんだろうなと思って。まあ、初見みたいなもんだから、しょうがないな。なんかの、あれだよね、普通のドクターだとなかなかあれだね。多分そのやつじゃね。あ、だから自身がぼやーんとしてるからなんか読めないんだけど。ね、はい。あ、そうですね。終わりますか。僕も終わりますよ。眠いし、僕も眠いし。ありがとうございました。楽しかったです。まあいろいろあるんですね。アドオンとかでなんかね、を強くしてる感じの。初めて初見で食らったようなもんだから。あ、はい、お疲れ様です。初見じゃあれわけわかんなくて難しいですね。アドオンって常時使えるもんじゃないんでしょ、多分。消えるんでしょ。アドオンってやつか、アドオン。なんだろうね。やばいクラスが。ついに30、プレステなんだかんだって38かよ。あとちょっとやればいいじゃん。なんだ言ってプレステが38よ。よかったですね。あ、僕も寝ます。もうさすがに遅くなっちゃったんで。どうもありがとうございました。楽しかったです。どうもありがとうございました。楽しかったです。